備中国は、かつて日本の地方行政区分だった、両政国の一つ。山陽道に属する。飛鳥県籍木管に、キ備道中国、飛鳥藤原群の木管に、キ備中国と表記されている。明治維新の直前の領域は、岡山県茨城市、総社市、高橋市、新見市、浅口市、筑母郡 浅口郡小田郡の全域及び、岡山市の一部、倉敷市の大部分、笠岡市の大部分、真庭市の一部、加賀郡木備中央町の一部にあたる。北長瀬駅と、庭瀬駅の間に、備前、備中の国境線が引かれていた。七世紀後半に、木備国を、備前国、備中国、備後国に3分して設けられた。はじめのうち、 キビ道に属する一国とされたらしく、キビ道中国と書いた木簡が見つかっている。また、平安時代の和名類受賞でも、備中国の和訓を、キビの道の中津区にとしている。古代から開発が進んだ、先進地帯で、鉄山地でもあった。作山古墳と、作山古墳があることなどから、キビの最有力豪族の拠点だったと推定される。 その後も瀬戸内海に面した交通の用を占め、天智天皇の時代に鬼の城が築かれた。律令制では上国とされた。関下に、都堺、久保屋、浅口、小田、後月、下道、がよる、栄河、鉄田の旧軍が置かれた。後に、鎌倉時代の頃、火曜軍の一部を咲いて、上房軍、下道軍の一部を咲いて、 川上軍が置かれ、十一軍となった。備中国には、山陽道の馬屋は、津、川辺、小田、後月の四駅が置かれた。平安時代末には、瀬尾金康という武士が出、十二加護養成を開いて、村々を潤した。金康は、中央の政治では平家に、忠実な家人として活躍し、最後は、備中国板倉で、源義仲に敗れて死んだ。 室町時代、立中国は、細川氏が代々守護であったが、その影響力は、早くから絶対的とは言い難く、守護大、昭氏、石川氏、上野氏や三村氏をはじめとする有力児童など、国人衆の独立性が強かった。戦国時代中期には、天子市、大内氏の係争地となっていたが、1560年頃には、毛利氏と同盟した三村氏が、 備中国の支配を、ほぼ手中にした。しかし、その三村氏も1575年に、織田信長の誘いを受けて、毛利氏と対立するに至り、毛利氏によって滅ぼされた。さらに橋場秀吉を先方に、織田信長が進出してくると、備中国高松城が、織田、毛利領軍の退治の場になった。織田信長の死による講和で、毛利輝元は、 備中の三軍を譲り、残りを保持することになった。江戸時代の備中国は、数多い地行地に分割領有された。現那三年まで、幕府は備中国奉行を派遣して、広域統治に当たらせた。その後の江戸時代初期には隣接の貧乏福山藩、水野市の領として、現在の笠岡市や茨市の大半が領地であったりし、他の微中国の小藩には、 備中松山藩、成和藩、岡田藩、足森藩、庭瀬藩、浅尾藩,藩があった。以上は断絶や天保で様々に変遷した。現在の高橋市にある松山城が備中国唯一の城で残りは陣屋を構えた。松山城下は江戸時代初めに備中国で最大の人口を抱えた。倉敷は城下町ではなかったが、 徳川市政権の直轄地として、大官所が置かれ、幕府によって、備前国から、佐抜国に移管された、小戸島なども統治した。江戸時代を通じて、発展を続けた倉敷は、松山と肩を並べ、やがてこれを凌駕して、備中最大の都市となって、現在に至る。現在の倉敷市西部にあたる玉島は、瀬戸内海の流通と結びついた備中松山へ反 開港として栄えた。備中では、面作が広まり、江戸時代後期になると、その加工も、盛んになった。また、製鉄も、なお重要であり続けた。幕府調査による人口は、文政5年が33万7155人であった。明治政府の明治5年の調査による人口は、39万6880人であった。 伝備え中国府跡備中国府は、文献によるとが夜軍の所在と見える。総舎市加内湖付近に、国府、北国府、南国府、国府西などのあざなが残ることから同地に推定されるが、具体的な所在地は不詳。伝承地は、伝備え中国府跡として、総舎市指定史跡に指定されている。備中国分寺演技式内舎機械神社総舎。 一宮以下か二宮以下かはなし。ただし、鈴見神社の社殿では同社を二宮とする。備中主備中介備中上鎌倉幕府、室町幕府江戸時代以前江戸時代。ありがとうございます。